界でのシュトライブル州首相マックスバルタザール・シュトライブルはドイツの政治家。所属政党はキリスト教社会同盟。1988年から1993年までバイエルン州首相を務めたが、周囲義国により辞任した。ホテル経営者の息子としてバイエルン州オーバーアマガウで生まれる。エッタールのギムナジウムに通学後。 ミュンヘン大学で法学と経済学を学び、1955年に国家公務員となる。ガルミッシュ・パルテン・キルヒエン軍長や連邦参議院に勤務した。1960年に司法としてオーバーバイエルン政府に入り、1961年からはバイエルン州首相府に勤務した。1957年にキリスト教社会同盟に入党し、オーバーバイエルンに 党の青年団組織、ユンゲウニオン支部を設立した。1961年から1967年までユンゲウニオン州代表を務め、1962年にバイエルン州議会に初当選し、1994年まで連続当選を果たした。1967年から1971年まで CS 事務局長を務める。1970年、CS オーバーバイエルン地区代表に就任。バイエルン州財省当時のシュトライブル1970年12月、アルフォンス・コッペル州首相より新設の国土開発、環境問題担当省に任命され、これは地方レベルではドイツで最初の環境問題大臣となった。1972年から1974年まで各州環境大臣会議議長を務める。1977年には、 バイエルン州財務省に転じた。その在任中、バイエルンは西ドイツで最も累積債務が少なく、また最も投資額の多い州となった。1983年にはバイエルン州立銀行経営陣の一人として経済スキャンダルに巻き込まれている。1988年10月、バイエルン州首相フランツヨーゼフ・シュトラウスの休止を受け、 バイエルン州議会で193議席中124票の賛成を得て後継のバイエルン州首相に選出された。攻撃的でエネルギッシュだった前任者に比べてシュトライブルは控えめな政治スタイルを信条としたが1990年11月の衆議会選挙では得票率を0.9%減らしただけで絶対多数維持に成功した。 東西ドイツ再統一直後の1990年12月には、全州首相会議を主催した。1992年7月には、第18回世界経済会議が、ミュンヘンで開催された際、デモ隊500人が警官隊により包囲され、拘束されたが、手段が強硬すぎるという批判に対して首都ライブルは、いささか強硬なのが、バイエルン風だと発言した。 1993年1月、バイエルン政界を揺るがした、アミーゴ義国が発覚し、その威信が失墜した。紛糾の末同年5月に、バイエルン州首相辞任に追い込まれた。シュトライブルは、自身の職を守るために党友を脅迫したことが明らかになっており、CS 党幹事会でスーツケースを頭上に掲げて、この中にはびっくりするような書類が入っている。 君たち全員についてのだ。と言ったという。しかし、シュトライブルの辞任は避けられず、その書類が公開されることはなかった。退任後は、様々な企業の監査役や、経営委員を務めた。1994年、シュテルン氏は、シュトライブルが前任者のシュトラウス同様に、フリードリヒバウアー財団より、年30万ドイツマルクの収入を得ていることを、報じた。 シュトライブルの公認となったエドムントシュトイバーは、この副収入を引き継ぐことを避けた。1996年に、衆議会の調査委員会は、1983年の経済スキャンダルについて、シュトライブルを無罪と認めたが、バイエルン州立銀行はこのスキャンダルの際に負った、多額の負債のために、格付けが暴落した。また1994年には、 党のオーバー・バイエルン地区代表として、極右政党、共和党の党首フランツ・シェイン・フーバーを自宅に招いて、会談していたことが明らかになった。ミュンヘンで死去し、故郷ウォーバー・アマーガウの墓地に葬られた。宗派はカトリックで、学生時代はカトリック学生団に加入していた。1961年に結婚し、次男・カズメを設けた。息子・フロリアンは2008年の、 バイエルン衆議会選挙に諸派候補として出馬し、比例代表での当選を果たした。1988年にイタリア共和国功労勲章第十次章を受賞。1989年には故郷ウォーバーアマガウ名誉市民となった。その他西ヨ派ネ騎士団功労勲章を受賞。ありがとうございます。